数日かけて食べようとしてこの有様だ。ご愁傷様です。お口直しにどうぞ。助かる。うまい。それはよかった。にしても珍しいな、ホットチョコレートとか。これもしかしてバレンタインだから作ったのか。まあ。サンキュー、助かったわ。美味しかった。ん？どうかしたか？お、帰ります。俺何かしたっけ。お、いつもお世話になってますし、日頃の感謝を込めて。お、甘いものがあまりお好きではないようなので食べやすいものにしておきました。口に合えばいいのですが。うん、美味しい。ただいま。昨日はありがとな、うまかった。お返しは何がいい。別にお返しを目的にしたわけじゃないですし。もらいっぱなしは男が廃るというか。私は天音くんからたくさんもらってますから。いつも料理作ってもらってるし。それは私が好んでしていることですので。まあなんか好きそうなもの考えとくわ。はい。そういえば私、天音くんの誕生日を知りません。これは11月8日だな。その頃私たちとっくに知り合ってましたよね。バレなかったからな。そもそもあの頃はここまで仲良くなかっただろう。今年の誕生日はちゃんと祝います。そんな先まで一緒にいる約束してくれるんだな。天音くんは嫌いじゃないですし、一緒にいて落ち着くからいいです。別にタイとかないです。それくらい分かってるから。え、なんでその髪型。一応ホワイトデーだし。失敗したか。違和感があるなら落としてくるけど。そんなことはないんですけど。やっぱり落ち着かないなら戻そうか。いえ、そのままでもいいです。無駄にかっこよくて。いつも落ち着いた雰囲気で安心できるのに。じゃあ落としてくれ。そのままでいいです。ほれ、お返し。お、ありがとうございます。開けてもいいですか。お、趣味に合わなかったか。可愛いです。そりゃよかった。ありがとうございます。あとこれは。お世話になってるし、願いくらい叶えてあげたいから。聞く剣。天音くんの手書きですか。下手くそだよ。悪いか。味があっていいです。じゃあ早速使ってもいいですか。天音くんがつけてください。仰せのままに。うん、ありがとうございます。